あれは何でしょうか。ああ、結婚式ですか。なるほど。この辺りではあんな風にやるんですね。そうですね。いえ、興味というか、いざ結婚式というものを目の当たりにすると不思議な気分になりますね。私にはそんなもの必要ない。団長さんの体さえあればいい、そう思っていますが。さあどうでしょうか。ただ結婚とは永遠に誰かを手に入れる契約とも言えるわけですよね。私も団長さんの体を永遠に手に入れたいですし、だから私の考えと被る部分もあるのかもしれないって思ったんです。私が言いたいことはそういうことじゃないんです。結婚というのはあまり意味があるようには思えないってことなんです。口約束はやがて消えてしまうものですから。それが結婚式という儀式に変わっても同じです。大事なのは体を手に入れることですけど、団長さんとより強く結びつきたい。団長さんの何もかもを手に入れてしまいたい。そんな私の気持ちもどうやら団長さんにはあまり響いていないご様子。だったら結婚していただくのも一つの手かなと。式を挙げれば団長さんの覚悟も決まるのかなとか、そんなことを思ったのですが、いかがですか。結婚は嫌ですか。そうですね、団長さんはモテますからね。結婚なんかしたら大変ですよね。なんて冗談ですが。はあ、結婚を迫ったところで団長さんは逃げていくばかりですからね。私は団長さんの全てを手に入れたいというのに、どうすればいいんでしょうか。少し待っていてもらえますか。お待たせしました。ちゃんと待っていてくれたんですね。この町はそれほど広くありませんし、探し出すのは簡単ですよね。まあ団長さんは私の結婚の話にも目をそらすほどですけど、逃げ出すような人ではないと信じていますから。団長さんは私の気持ちをあまり分かってないみたいですけど。え、これですか。料理の本ですよ。ただの私もいい料理を作ってみたいと思っただけですよ。食べるだけで幸せになれる料理です。気になりますか。秘密です。結婚式を見て私にも私なりに考えることがあっただけですよ。さあ帰りましょう、団長さん。
はようございます、団長さん。その、すみません。私の本知りませんか？落とし物の届け出などは、団長さんのところに集まるかなと思って。団長さん、読みました？そうですか。ならいいですけど。ところで、団長さんはどうも結婚に同意してくれないご様子ですので、私もどうしたらいいのか少し考えたんです。私がこれだけ団長さんに近づいているのに、団長さんは一向に近づいてくれませんよね。団長さんの体を手に入れるという私の願望も叶いそうにないです。だったらやり方を変えないとと思ったのです。そうです、私なりの結婚像ができたというか、私にとっての結婚生活はこういうものだというのが分かってきたんです。なので団長さんは安心してくださいね。少しずつお近づきになれればと思っています。その代わり、いくつかお願い事を聞いてもらえればと思うんです。少し細かいですが。ありがとうございます。細かい注文をたくさんしますが構いませんか？あれこれ注文しますが、全部してくれますよね？ありがとうございます。それでまずは食事からと思いまして、朝食を持ってきたんです。こちらです。昼食もそれから夕食もご用意しますから、他で食事はしないでほしいのですが、いいですよね？それからこちらですが、団長さんのお肌に塗るクリームを用意させていただきました。大変なお仕事ですからね、肌荒れが気になることと思いますので、ぜひ塗ってくださいね。食事をしながらでいいので、さあ塗ってみてください。後で全身にも塗ってもらえますか？保湿成分の入ってるものですので、最近乾燥しているでしょ？乾燥しているじゃないですか。まったくもう。それにあれこれ注文しても全部してくれるって言いましたよね。耳にも塗ってくださいね。ひび割れすると痛いですからね。香水もいかがですか？やっぱりいい香りがすると心地よいですからね。細かいことですがね。はい、何でしょうか？はい、そうですね。サラダですね。団長さん、あの本読みましたか？あ、ちょっと団長さん待ってください。団長さん！団長さん！
長さん、探しましたよ。誤解です、誤解なんです。団長さんは自分が食べられるんじゃないか、そう思ったんでしょ。まったく、食べてしまったら残らないじゃないですか。そんなことしませんから。団長さんの健康をもってのことです。私、こんなことも伝わっていなかったなんて。メイドをやっていた時から肉料理に自信がなかったんです。だから本を買いました。野菜ばかりを出したのは肉料理を出したくなかったから。団長さんには良いものを食べてもらいたい、そう思っただけなんです。いっそ言ってしまいますね。あの時、結婚式を見て少し心が動きました。本当です、団長さんの体が欲しい、団長さんを私のものにしたい。ですが、団長さんと私との距離は広がる一方、それでも私は構わないつもりでした。最後に団長さんが帰ってきてくれればそれでいいと思っていました。なのに、結婚式で幸せそうな二人、それを祝福する老夫婦、その姿を見て私の中のどこか心の底にある何かが動いたんです。ああ、いつか団長さんとこうして過ごせれば。団長さんの体をもらえるならそれがいいです。私の欲しいものはそれだけ、それは変わりません。ですが、私はただ老夫婦を見て考えさせられたんです。老いてもなお美しいのは幸せがそこにあるからなのでは。団長さんには幸せであり続けてほしい。その陰で私は団長さんのことを見つめ続けていたい。それが誤解につながったということです。あ、そんな謝らないでください。私は今の団長さんばかり見ていて先のことを考えなさすぎたと反省しているんです。団長さんは美しい人です。手、足、胸、頭、すべて手に入れたい。すべてが無理なら一部だけでも、その手だけでも。団長さんの体が欲しくてたまらないんです。誰かに取られるんじゃないかと思うと私、気が気でなくなります。だから団長さんの体をどうにかして今のうちに手に入れたい。でもそれはいずれでもいいかなと。団長さんと二人で過ごしながら時が流れて、老いていく団長さんを見つめながら団長さんと過ごし続ける、そんな人生も幸せなんじゃないかと思いました。だから、まあ、健康に過ごしてほしいかなと。健康と食事は幸せの第一歩ですし、それに団長さんの体を美しく保つにもやはり食事は大切です。ですから保湿クリームも勧めたんですよ。誤解されたようですが。まったく、私もこんなことでは先が思いやられますね。せっかくこれだけ綺麗な体を持つ団長さんと出会えたというのに、何をやっているんでしょうか。
私は団長さんの美しさを保ち、団長さんの幸せも守ります。そのために少々うるさい注文をしますが、それは団長さんのことを思ってのことなんです。団長さんの美しさを老いるまで保ちたい、それが私なりの結婚像です。わかっていただけたでしょうか。あ、ですが食べるという発想は少しなるほどと思いましたね。なるほど、団長さんを食べるですか。肉は確かになくなってしまいますが、骨は残りますね。なるほどなるほど。骨ならポケットに忍ばせることもできますし、いつでもそばにいることができる、そんな気がしますね。誤解しないでくださいね。やりませんよ、さすがにそんなことはやりませんよ。あ、だから冗談ですって。美しい団長さんをいつまでも美しく保ちたいんです。団長さん